この動画はタコピーの現在という漫画の、ネタバレをするかもしれないので、まだ見てないよって人や、今から見るよって人はとりあえずねブラウザバックして、あと概要欄に URL を載せといたんで、そこからまあ無料で見れるので見てからまた僕のところに戻ってきてほしいなということで、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、クラウドです。というわけで今回はメリオンの現在という、ゲームをやっていこうかなと思います。いや、メリオの現在なのか、チーターの現在なのか、ちょっとそこら辺は、今日の、このマリオカート7世界戦の、次第ということで、はい、やっていきます。本日何日ですか、2022年3月16日ちょうど2時ですね、はい。まあ、今回もねマリオカート7の本来の姿を見に行くということでノーカットでやらせてもらってますと、出張編でございます。基本的に週1なんですけど、まあちょっと喋りたかったんでね、タコピーの現在という漫画について、はい、ってな感じなんで、はい、まあうん、そう、このゲームね基本的にまともに遊べないので、まあまあまあ、雑談動画に向いてるかなということで、はい、やらせてもらってます。そんな感じですかね。はい。じゃあ、早速ですけど。まあね、どう言ったらいいんかわからん。ちょっと難しい話ですよね。タコピーの現在。で、そもそも俺が知ったのが最近なんですよね。最近なんだけど、最近ってかまあ3月くらいかに、なんかね、ツイッターアイコンなり、ね、ツイッターの広告なりでタコピー、ね、可愛いキャラがいるじゃないですか。そいつがね、よく TL とかに混じってるなみたいな感じで思って、で、そう、タコピーの現在の広告があって、それの、まあ、とりあえずどんな感じかリプラン見てたんですよね。そうしたらね、ま、いろいろ、ね、ハーレムなりなんなりみたいな感じでね、うん、美少女系、うん、まあ、ね、いい感じのことを書いてあるんですよ。うん、まあ、嘘だって分かってたんですけどね、うん、だからちょっとね、うん、読むか読まないか迷ってたって感じなんですけどね、ちょっと怖い感じだったら俺もねメンタルやられそうなんであれだけどね、うん、ちょっとさすがにねどんなもんか読みたいなって思っちゃったからね、今回ちょっと読んでみたんですけど、うん、まあそんな感じのきっかけですね。でもなんだかんだで14話くらいあって、いつから始まってんのかな、まあ14週間で経ってるわけだから、うん、4だから、まああれか3ヶ月、まあ3から4ヶ月くらいってことかな、うん、くらいやってるんですかね、なんだかんだで。で、うん、まあいつも僕は流行に遅れてますけど、今回読んだんだけどね、まあまあまあね、まあ鬱になりそうにはなるよね。ちょっとね1話からもう怖い感じでうわーってなって、っていう感じのもんだったからね、ちょっと怖いなっていう、怖いけどなんか読みたくなる、まあみんなもそんな感じなんだろうね、っていう感じで、なんて言ったらいいんかね、本当に世界観が難しいんだよね、なんか誰か言ってたけどドラえもんのホラーバージョンみたいなそんな感じでもあるしね、あ、なんかドリフト聞かなかったわ。なんかみんなこのゲーム普通にやってるわ。どっちかというとこれはメリオの現在かな。まあ、そういう日もあっていいでしょう。あ、だこら来ちゃう。曲げないで。ということで、そう、タコピーの現在のお話をしたいなとも思うんですけど、いかんせん難しいわけで、ちょっとね、言えることが少ないんですよね。僕が単純に思ったのは、これチーターの現在でした。メリオの現在でもあってチーターの現在ですね。まあ、今日のは多分サムネを頑張って撮ったんで、まあ、どっちか多分メリオの現在になってると思いますけど、ちょっとね、先にこれが思いついたんでね、まあ、とあるどっかのシーンのパロディーですけど、頑張って作りました。AVI、UTL で全部作れるので、はい。ぜひ AVI、UTL も手に取ってみてください。で、そうだね。何を言ったらいいんだろうね。本当に難しいんだよね。そのタイムスリップ系じゃないですか、結局ね。だから時間路線的な感じが難しいので、あと僕が本読むの下手すぎてね、ちょっと難かったんで、うん、あ、危な。
まあそんな感じで、ちょっと言えることが少ないっていうのとは、マリオカート7をしながら、ちょっとやるのが難しいので、このレースが終わったら、ね、考察もなんもないけどな、なんだろうな。とりあえず一つ言いたいのは、やっぱ親がバグってたせいだよね。ね、近年親ガチャとか、ね、なんか、テレビのニュースとかで言われてますけどね。うん、親がバグってるせいで、子供もバグっちゃって、みたいな感じだったかな。で、あとはタコピーが何も知らなすぎて逆に子供たちをね傷つけちゃってるみたいな。あ、まあこの部屋ちょっと他の部屋を見に行きたいで他の部屋を見に行くんだけどね。タコピーが何も知らない、まあタコピーが任天堂なのかもしれない。何も知らなすぎてこのゲームの環境を知らないっていう説もありますね。そう、どこかしらね、やっぱマリオカート7とねタコピーの現在似てると思ったんで、ちょっとね今回は触れさせてもらいました。うん、まあなんかちょっと変なチーターは言いましたけど、まだこんなに優しい方なんでね、そう、優しい方かもしれない、まだね、こっから何かが起こるかもしれない。一応2016から2022って感じに行ったんだよね今。ギャルっぽい女の子が実はまだ生きてて、ね、なんかタイムカプセルみたいなところにね、あ、そう、カメラにぶつけられて、カメラぶつけられてね、カメラでやられちゃって、で、うん、一旦保存しとくかみたいな感じでね、うん、まあカプセルの中入ってってって感じで、で、まあ、そのうちに、主人公っぽい女の子が、東京に行って、東京にはワンコちゃんがいなくて、で、あ、ちょっと本当にネタバレしちゃってるからごめんね。あと違ったらマジですいませんって感じなんだけどね。うん、でもう本当にね、命と同じくらい大切だったワンちゃんがねいなかったから、もうタコピー何も知らないくせにね、むちゃくちゃ言うなみたいな感じで殴って、タコピーが気絶しちゃったんかな。で2022年に行っちゃったんかね。で実はね、ギャルっぽい女の子が生きてて、まあ、てか全員生存ルートって感じで、うん、今に至るわけですよね。男の子がいまいちなんかどうなったんだみたいな感じはあるんだけどね。うん、まあ男の子も男の子で、まあ、兄に嫉妬したり、でお母さんは構ってくれないしみたいな感じで、うん、まあ本当に親のせいでこのね物語が成り立ってるんだなっていう、ちょっとそんな感じはありましたけど、いや難しいんだよね本当に。うん本当に俺本読まないからな、本読まないせいで、うん、その世界観に行けてないみたいな感じもあるしね。うん、まあこの先どうなるかが、てかまあそういうのは大体俺ね、そう FF とかも見てるけど、見てるっていうかやってるけど、基本的に最終的にそういうどうなったかみたいなのはウィキとかでちゃんと見たりするって感じで、割と真相を知りたいんでね、実はこんなんがありましたみたいなね、伏線みたいなのがあって、そういうのを見るのを割と好きだからね。でそれでやっと理解できるんだけどね俺で、まあそれでもちゃんと理解できてるかは知らないけど、はい、まあそんな感じですかね。本当に言えることはない。ただちょっと面白いし、今後どうなるか、見せちゃった。今後どうなるかがちょっと楽しみな漫画でございます。ぜひ、ジャンプ漫画プラスだっけ、そんな感じので読めるんで、僕もそれで読んだんで。あ、マジか、そいつ取れないか。まあ、タコピーはそんな感じにしよっか。よけてきたな。あと、もうタコピーの話は、ぜひ、タコピーの、タコピーグッズあったらね、ぬいぐるみ的なやつ、もし発売されてたら、ちょっと教えてほしいなっていうところがあるので、よろしくお願いします。え、譲れてないのかよ、マジかよ。早く行ってほしかったな。これ、8割で3打引こう。漫画なんて読むの久しぶりだったね。そう、僕はそもそもコロコロコミック派っていうわけでもなく、コロコロコミックもそんな買ってもらってなかったし、ザキラとか白鵬、ね、デュエマーの話だけど、そこら辺知ってるくらいだからな。
漫画は本当に見てなかったから分かってなかったから、まあ、全部が全部にわかですよ。そして僕は全く下髪を見てませんでした。ちょっと前に涙が浮かんでて、トリクルに、あ、もう投げてたか。なんか普通にセブンやってるわ。あ、まあそうか、今もうあれか、みんな春休みか、だから普通にいい部屋、ガチ部屋じゃねまあさっきはちょっとしょうもない部屋だったけど、あー、やっぱ来ちゃうか。あ、投げてた。ラッキー、ラッキーだけど変わんねえや。はい、というわけで、まあメリオが多いということで、メリオの現在にしてるかと思いますけど、うん、まあもう俺のね動画見てたら多分もうねみんな読んでくれてると思うけどね、まあちょっとミステリアスな感じ、うん、感情をぐちゃぐちゃにさせられるような、漫画今後も楽しみですねということで、あとね、うん、マリオカート7も感情をぐちゃぐちゃにさせられるゲームなんで、はい、ぜひ皆さん、マリオカート7も興味があったらやってみてください、今日はなんか普通、まあ、うん、一応特に感情を、いや揺さぶられるな、ちょっとチーターしたし、もういいわ、はい、タコピーグッズか待ってます。ありがとうございました。